黒岳高根与党、学名、シンピスティス・フューナブリーは臨しめ、野がかに分類される、鉱山性のが、中高性で下記に、陽光下を飛翔する。和名は、日本亜種のタイプ産地である大雪山の黒岳にちなむ。全北区、フェノスカンジア、アルプス山海、シベリアに至るロシア北部、日本、北アメリカ。海長は25から27ミリメートル。全市は、 外国色を帯びるが、その濃淡には変異がある。一般に内洋線、外洋線とも明瞭で、その中間域は羽の公園に向かって黒色を呈する。尋常門は地色に近いため、周囲が暗色の場合には明瞭になり、周囲が地色に近い場合は尋常門も不明瞭となる。講師はほぼ全体が黒褐色で付け根近くが多少淡く。 中央付近に不明瞭な単色古問、外縁に白色の縁毛を持つ。オスの触覚は微妙状で、複眼は卵形で小さい。幼虫は全体に肺褐色。赤黄山体針葉樹林帯から森林限界直上までのあまり水分の多くない湿地やお花畑などの周辺に見られる。成虫の出現期は北欧では6月中旬から7月下旬。 日本では7月中旬マイナス8月上旬で午後に陽光化を飛翔する。幼虫の食草は欧州ではヒメカンバベチュラナナンと黒豆のキバクシニウムウリギーノサムが知られるが日本阿蘇では調べられていない。途中のサナギで越冬する。スウェーデンやフィンランド西部のラップランドでは多摩数年に規則的に発生すると言われているがノルウェーでは そのようなパターンは認められず、同一地域で、偶数、奇数の両年ともに見られる。長期間にわたり使用された最古の学名である、シンピスティス・フネスタは一時ホモニムであるためシンピスティス、フューナブリーの名にとって変わられた。カナダのブリティッシュコロンビア州、エインズワースさんの一流に基づいて記載された、ホモヘデナ・コカリ・ダイヤー、1904や、これを、ごつずりした。 ホモ派手なカカリーは、シノニムとされる。シンピスキス族は、旧北区と二北区に分布し180種以上が、本族の種として記載されている。このうち日本に産するのは、高根与党と黒竹高根与党の2種である。黒竹高根与党日本亜種、シンピスキスフューナブリー黒竹穴松村、1927、イコールシンピスキスフネスタ黒竹穴松村、 1927は、松村松年が1926年8月10日に、大雪山の黒岳で、オ水1個体を採集し、翌年に、欧州に分布する。シンピスティス・フネスタの日本産の新足として記載したが、後に、欧州産の種名が、シンピスティス・フューナブリーに変更されたため、自動的に、日本足も、S ・フューナブリーの下に置かれるようになった。 松村の元気祭によれば、大雪山さんは、前肢の羽根頂き付近に黒色藩があり、そこから広角に向かって、痕跡的な暗色帯が下がること、及び暗色の炎毛を持つことによって、欧州産のものと区別されるという。しかし、日本産を亜種として区別しない例や、逆に独立種として搭載しているデータベースなどもある。成虫は、 大雪山の白雲岳、黒岳などの標高1640の2000メートルの間を昼間飛翔する。生息地は国立公園特別保護地域であり、本種の捕獲も禁止されている。北海道レッドデータブックは日本産をアシュとして区別はしていないが、生息密度が低いこと、生息地が極限されていること、 生物地理上で孤立した分布特性を有することなどを理由に気象のランクで搭載している。ありがとうございます。